今日誕生日でしたよね。普通にモテる感じなんだけどね。どれでもいいから一緒にいたいって感じだった。私本田さんと付き合いたいと思ってますが。俺彼女作らない主義だから。好きになっても無駄ってことですか。話したの隠してること知りたいだろ。何も話さないで。私は何も知らなくていいから。あなたの旦那浮気してます。遊びでアリさんのこと泣いてんだろ。聞いてよ。世の中に偶然はなく全ては必然だと。そんな生き方して幸せになれるわけないですよね。裏切らないでください。お前の人生だろ。思うように生きろよ。私奥さんがいてもいいから本田さんと付き合いたいです。